にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビトアを始めていきたいと思います。はい、というわけで、あと公式戦も2戦ですね。5位のエルダード欧州と戦います。ちなみに日程ですが、一週明けて、佐世保ドッグス、これが3回戦ですね。準々決勝です。エルドワード欧州の力はどうなんでしょうか。わからん。まあ強くもなく弱くもなくですね。勝てればいいなっていう流れです。そこまでこだわりはないですけどね。試合開始します。勝率はホームということも上回ってはいますね。さあ、キックオフです。バックします。おっと、こぼれ球、気をつけないといけません。ここも気をつけろ。さあ、ピンチが続いてます。外に出します。さあ、センタリング、ミノルが飛び越えない。本当にもう一歩が足りないっていう感じはありますよね。外に出した。これはちょっとチャンスが広がってきたぞ。さあ、緑、これはさすがに防がれる。さあ、ゴール前、みゆきがここは防いだ。つわか緑、ここまで下がってきています。おっと、ちょっとは嫌な流れだが、ノーホイッスル。激しいパス回しになっております。さあ、ここはチャンス、7個に上がってきた。1対1になった。おっと、右に添えてしまった。さあ、逆にピンチです。おっと、ノーホイッスル。さあ、緑が一気に上がります。ユーナ、もう整えてしまった。結構バテが激しいですね。さあ、クライス、動きがなく、アディショナルタイム、前半終了です。さてと、中盤を補強しないといけないですね。クラリス、こう左右に変えまして、喉をかといで、入れます。ひとまず一人かな。いや、もう一人変えましょうか。ただ、ここバランスが問題なんですよね。モナコもいいですからね。まあ、エリカに変えますか。ユーナに変わって、エリカ。勝ちに行きます。エリカです。まあ、本当に勝ちに行けるなら、くるみ出せよというのがありますが、たまには休ませないとね。
ここはピンチ。おっと抜け合えたが、助かりました。さあ緑どこだ、7個だ、縦パスだがこれはちょっとつながりそうにない。もう一つする緑抜けたが早いですね、相手のスピードが。幸子が疲れている。左に変えます。さあそんなことをしているうちにピンチが、夏木がキャッチしました。笹よ、さあ逆サイドに行って、ここに窓からが待っている。ファールですね、ここでファール、ここはファールでした。さあ緑が蹴ります。一気に直接シュート、マングレディがこれを拾いました。さあこちらは交代枠使い切ってます。お互い疲れてますからね。さあノーホイッスル、さあ逆に一気に攻めたい。さあここ緑がボール渡って1対1し先取点、やりました。速攻になりますね、チャンスを逃しませんでした。どこか上げて緑に渡って、その緑が左隅に決めました。さあ15分守りきりたい。でもスピードを速攻決めますからね。パイロン抜け出した、右にそれて、これは助かりました。相手をパワープレイ出てますからね。さあ緑が、おっと、なんだこの謎のミスは。抜けたのか、ここ気をつけないといけないぞ。さよ7個、さあボールを窓かがセンタリング、ここ緑に渡して、これをエニカ決まった、エニカも決めました。やったやった、ここで一度緑直接決めるかと思ったセンタリング、エンタキーパーの上を越えていきました。試合終了です。勝ちましたね。前半は一進一退、静かな展開が続きました。なかなかお互い攻めあぐねったっていう感じはあります。チャンスあったんですけど、7個ここは、わずかに逃げ添えてしまった。ここですね、ミランコすごかったが、これは助かりました。緑、さあ選手点です。選手点は我がクラーカリバーズ、この緑マドカのセンタリングお見事でした。バイロン、バイロンもうまく抜けたんですが、これは身に急いでくれました。さあまだ速攻は続きます。相手パワープレイ出てますからね、早かった。さあそしてこれが決定打になりました。エニカキーパーに当たったんですが、ボールはその手を据えてゴールに吸い込まれていきます。これが決まった時点で試合終了。ではクラーカリワーズ2対0で勝利です。シュート本数では下回ってるんですけど、確率チャンスをものにしましたね。はい、
順位表です。優勝決まりまして、キャピタル東京の優勝です。2位が筑波田ガマです。岩瀬大阪が2点差で追っております。浦和カリバーズは3点差に離されておりまして、これで残念ながら、2位はなくなりました。残り1試合なんで、浦和カリバーズが勝って筑波田ガマが負けても、今瀬大阪が負けてもチャンスはもうありません。ということで、4位は確定なのかな。得失点差なんかもありますからね。4位は確定ですね。これはまあ5位に比べたら1位順位上げてますから、来年また2位以内に入れるように頑張りましょう。12勝3敗。そうですね。はい、ということで、まだですよね。佐世保ドックスです。まあ、決して弱いチームじゃないんで、伊賀は禁物、しっかり勝ち上がっていかないといけません。まあ、最も結構接戦、打ち合いの接戦になっているのは気になるデータではありますよね。はい、ということで練習をしている我がクラワンカリバーズですを見ながら、今回お別れしたいと思います。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。今910人超えました。1000人で収益化のチャンスが出てまいりますので、この動画をご覧の皆さん、よろしければチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。